ソマリランドとプントランドは国境を争っている。2007年7月1日、紛争地域であるマーヒルが独立を宣言している。プントランドソマリランド紛争は内戦状態にあるソマリア内の独立地域、ソマリランドとプントランドの間の戦争。争われたのは両国の間にあるスール・サナーグアイン。ソマリ族とその氏族の分布。 かつて列強が引いた国境線とは大きく異なっている。ソマリアはアジアからインド洋を通ってアフリカに向かう場合のアフリカの入り口に当たるため古くから交易の中継地として栄えていた。この地域にはソマリ族が住んでおり、ソマリ族は今のソマリアだけでなくエチオピア東部とケニア東部を含む広い範囲に分布していた。19世紀、この用地に ヨーロッパ列強が進出し、1887年にイギリスが現在のソマリランドと SSC 地域にあたる地域を保護領とし、続く1888年にはケニアを支配した。さらに1889年にはイタリアが現在のソマリア南部を保護領とし、1936年にはエチオピアがイタリアの支配下となった。その後1941年に エチオピアがイタリアの支配を逃れ、1960年にソマリアが独立、1963年にケニアが独立した。1969年、クーデターでソマリアを支配したバーレは大ソマリア主義を唱えて、本来のソマリ族の居住地域の回復を目指し、1977年に米ソ冷戦の代理の形でエチオピアと戦争をした。ソマリアは、 この戦争に敗れ、その後干ばつに襲われ、さらにはもともと、ソマリアには士族同士の対立があったため、1980年代にソマリア内戦が勃発する。その後の1991年、北部のソマリランドが国際的に未承認ではあるものの安定地域として独立、ついで1998年にプントランドが事実上独立した。 ソマリーランドはソマリアからの完全独立を主張しているが、プントランドはソマリア国内が安定すれば、最終的にはソマリアの一地域になることを主張しているという立場の違いがある。この紛争が起こった当時、ソマリア暫定連邦政府の大統領は、プントランドの前大統領アブドゥラヒウスフであった。サナーグは SSC 地域の北部にあたる。 領有権が争われたのはプントランドが独立を宣言した1998年以来のことである。2003年の初め、ダロッド族の建てた国プントランドは民族統一主義を掲げ、SSC 内のダロッド族が住む地域に武力侵攻した。それに対してソマリランドは SSC 地域は元のイギリス保護領であり、自国領だと主張した。これが武力衝突となり、 死傷者も発生した。捕虜も発生したが、これは後に交換されている。2004年に、プントランド大統領のアブドゥラヒユスフがその職を辞して、ソマリア暫定連邦政府の大統領となったが、当時ソマリア中心部は、アルカアイダと関係が深いイスラム法廷会議が支配しており、ソマリア暫定連邦政府は、この紛争に対しても実行力はなかった。二千五年、プントランドは、 外国人投資家にスールとサナーグの油田調査権を売却している。ソマリア暫定連邦政府はイスラム法定会議をソマリア中心部から追い出した2007年1月にも改めてソマリランドを含むソマリア全土の主権を主張している。2007年7月1日、サナーグはマーヒルとしてプントランド及びソマリランドからの独立を宣言した。しかし2009年に プントランドに復帰した。スールは SSC 地域の南東部にあたり、ここでもソマリーランドとプントランドが主権を争っている。中心都市はラスアノド。バーレがソマリア大統領だった頃、スールは後のプントランドにあたるニュガール州の一地域であった。1980年代にニュガールから分離した。2003年からこの紛争が起きるまでスールは プントランドの支配下にあった。また、2006年にソマリア中心部を支配していたイスラム法廷会議もシャリアを共有するなど多少の影響力を持っていたが、軍事的支配は及んでいなかった。アインは SSC 地域の南西部にあたり、ここでもソマリーランドとプントランドが主権を争っている。ブーフードルを中心都市とする。ソマリーランドの主張によれば、 プントランドがカインと呼ぶ地域はソマリランドが1998年に獲得したトゲアー州の一地域に過ぎない。2007年10月、ソマリランドはスールの中心都市ラスアノドを占拠するためにアドヒカデイエの基地から軍を繰り出し戦闘となった。当時プントランドは財政的に苦しくソマリアの首都モガシュにも軍を派遣していたために出だしで遅れを取った。 ラスアノドを支配したソマリランドは、スールの行政府をこの地に置いた。この戦闘で、10名から20名が死亡したとされる。ソマリランドは、ラスアノド全域を支配し、プントランド兵100名を捕虜とした。ソマリランドはプントランドに対し、軍を出してきたら、プントランド本国にも侵攻すると警告したと、伝えられた。別の情報によれば、ソマリランド軍はプントランドにも侵入し、 プントランドの首都ガローウェイの西9 0トルの位置まで進行したとしている。ソマリランド防衛長官のアブディラヒアリはソマリランド軍がガローウェイに通じる道を制圧したと発表した。ソマリランドはラスアノドから東に2 5トル軍を進める。ラスアノドとガローウェイの距離は約1 2 0トルある。2008年1月13日。 ソマリランドの支配に反抗する部族がダバンザールで民兵を組織してラスアノドのソマリランド基地を襲撃した。ソマリランドは軍を繰り出しラスアノド南西の村から侵攻した。戦いは早朝に始まりソマリランド軍は大佐のデール・アブディなどに10名を捕らえ10名ほどを殺傷した。同月15日、プントランドの大統領ヘルジは ラスアノドを近々奪還すると宣言する。詳細は、ノースランド国を参照ソマリア南部は一時、アルカイダと関係が深いイスラム法廷会議に支配されており、アメリカ合衆国にとってもこの地域の安定化は重大であった。そこで2008年4月16日、アメリカ合衆国に SSC 地域から有識者が集まり、2008年5月にスールと会を合わせて、 ノースランドとして独立が宣言されている。ただしその首都はソマリーランドが支配するラスアノドにあり、実際の政権は及んでいない。ありがとうございます。